け。まずお父さんが、サラリーマンやってて、まあ、お父さん毎日仕事に行くのを見てて、朝5時半に起きてスーツ着て6時半ぐらいに家出て夜9時に帰ってきて、でそれを毎日やってたんですけど、こうお父さん自由がないんじゃないかなと思って、まあ、そのなんかあんまりまあ、今はリスペクトしてますけど、すごいお父さんに対してリスペクトあるし、家族のために働いてて、当時はこんな風になりたくねえなと思って、で、ある日アメリカの映画のドキュメンタリー見たんですよ。で、ドキュメンタリー見て、そこでアメリカ人がスーツ着てないでめっちゃカジュアルな格好してペプシ飲みながら仕事したんですよ、笑いながら。アメリカ人のライフスタイルがお父さんの日本人のライフスタイルとも真逆というか、その会社というか、それを見て、あ、もう俺絶対アメリカに行こうと思って。高校を卒業して、カリフォルニアの大学で、映画を勉強しようと持ってきたんですけど、まあ、すぐなんか英語勉強するの諦めて絵を描くようになって、アートスクールに行きたかったんですけど、ユニバーシティで、ニューヨークかサンフランシスコとか行きたかったんですけど、まあ、ちょっとあんまりお金なくて、お父さんとお母さんリタイアしたんで、ちょっとあまりこう聞けなくて、お金のこととか。それでまあちょうどその頃、洋介山本っていうアーティストが、知ってますか？その人、僕サンタバーバラで一緒にいたんですよ。でその人が初めてショーをやったのとか見に行ってて、その人は学校行ってないんですよ、全部セルフトレインで。 でその人が成功していくのを見てて、じゃあ俺も自分でやろうと思って。でその人はすごい影響大きいですね、洋介さんは。まあ洋介さんとちゃんとなんか遊んだこととかもないんですけど、ただ見てて、なんかインスピレーションを受けて、それから DC に移って、それで、まあ、DC では、まあ、仕事が最初なくて、絵でここにご飯食べれるよみたいな、絵でプロになればいいじゃんとか、まあ、そういうこと日本で言われたこと一回もなかったので、まあ、すげえ嬉しかったし、今もラーメン作ってるんですけど、でこのタワーは、まあ、バケーションというか、お店を休んで今参加してるんですけど、できれば、お店には戻りたくないこれ絵を描いてたいです、僕はずっと。楽しくてしょうがないです、もう本当に、最高ですね。Inukai Mari です。日本の名古屋から来ました。1995年に娘のセナと2人で来たんですけど、今はロサンゼルスに住んでいます。名古屋には2つアートを専攻できる高校があるんですけど、ハイスクールがあるんですけど、私はそのうちの一つの名古屋市工芸高等学校というところでデザインの勉強をしようと思っていたんですけど、先生と折り合いがうまくいかなくて学校を辞めなきゃいけなくなって、で高校1年生の時に1年だけ行って、その後辞めちゃったんですけど、でもアートで仕事がしたいとかそういうことじゃなくて、ずっと絵を描いていられたらいいなと思って、なんか変だな、両親が自
自分が10歳の時に離婚したのね。だから兄弟が3人なんだけど、私真ん中で、でやっぱり家族を支えないといけないから、その高校辞めた時点からはちょっと家族を支えるために仕事をしながら絵を描くみたいな、そんな感じで諦めたくなかったから、またその後高校は行ったんだけど、やっぱり誰かに大事なことをヒストリーとか教えてもらわないと自分のアートっていうものを作れないんじゃないかと思ったから、家族的な生活があんまり裕福じゃなかったんで、結局諦めないといけないような状態になって、でもそれでもやっぱりアートの大学に行きたかったんで、お金もう貯めてたんで、でそれでよしって思った頃にセナができて、それでやっぱりそこではもうほとんど 100% 諦めないとダメかなと思って学校行くのも、で自分の家族をちゃんと作ろうと思って、壊れた家族から出てきたんで、やっぱり家族っていうのはしっかりしてないとちゃんとしたものを作りたいなと思ってたんだけど、結局やっぱり失敗しちゃって、アメリカ来て、でその後は学校をずっとアートのスクールに3つ、結局3個行ったんだけど、サンタモニカカレッジとプライベートの、アートスクールと、でカリフォルニアインスティテュートオブディアーツ。結構時間がかかっちゃったんで、でも、アートはなんでアートできたかって、やっぱりセナができたことっていうのが一番大きな理由だと思うのね、自分にとって。やっぱりそばにいてくれたからできたんだけど、もし一人だったらきっとギブアップしちゃってたんじゃないかなと思って、この絵はやっぱりセナも今年大学終わって、でみんな大人になるから、なんか幸せな気分に自分もなるし、幸せな気分になんかしてあげられるかなみたいな、優しい絵が描けたらいいなと思って。